はい、こんにちは。占い師の山内川柳です。よろしくお願いします。で、早速なんですが、今回は人間の占い師は AI によって消えるのかという少しシビアなテーマについて思うところをお話ししていきたいと思います。と言いますのも、私たち人間の占い師がこの問題については真剣に向き合っていかなければいけないテーマだと思っておりますので、この機会に私なりの考えをお伝えしていきますが、あくまで現時点での私個人の考えとなりますので、その点はご了承いただければと思います。まあ近年ですね、何かと AI によって仕事が奪われるという話題を耳にすることが多くなりましたし、実際にここ最近の AI の技術進歩は目まぐるしいものがあり、ご存知の方も多いと思いますが、チャット GPT のように質問に対して AI が回答してくれる対話型の AI サービスというものが利用される世の中になってきております。おそらく AI が発達すればするほど、人がやらなくても済む仕事はどんどん AI に任せていく流れになることはほぼ間違いないと思います。ではですね、現在は人間が行っている占い師の仕事も AI によって奪われていき、そして最終的には全ての人間の占い師が消えてしまって AI に取って代わられてしまうのでしょうか。これについて私は2つの時代が訪れる可能性を考えております。一つは人間の占い師が消滅して AI に取って代わられる時代、もう一つは人間の占い師と AI が競合しながら共存する時代。まず一つ目の人間の占い師が消滅して AI にとって変わられる時代の可能性について考えていきますが、その前提として改めて AI の存在意義について考えていきますと、そもそも AI というのは人間がやらなくても済む仕事はできるだけ AI に任せていき、その代わりに人間はもっと生産的で付加価値を生む仕事に時間を使ったり、あるいは自由な時間を増やして人生を満喫したりと、何かしら恩恵を受ける人たちがいて、それによって世の中全体が豊かになるからこそ、その存在意義があるのではないでしょうか。ですので、もし人間の占い師が全て AI にとって代わられるとしたら、それによって何かしら恩恵を受ける人たちがいることがポイントだと思います。そういった点では、もしもこの先、人間の占い師よりも AI の方が相談しやすいと考える相談者の方がどんどん増えてくれば、将来的には人間の占い師が消えていく可能性は十分にあり得ると思います。しかしですね、人間の感情というのは本当に複雑で、正解や正論だけで通じない部分も多くありますので、すべての人間が AI に正解や正論を言われて簡単に納得できるほど人間の感情も単純なものではないと思いますし、そういった人間の複雑な感情にアプローチしていくことも占いの一つの醍醐味であると思っております。実は職業として占い師が存在してきた歴史は非常に長く、日本では邪馬台国時代から生き残り続けてきたと言われておりますので、それが今後わずか十数年の間に完全消滅する可能性は現時点では低いのではないかと考えられます。そもそも占いを一切利用したことのない科学者たちが、これから占いは AI にとって代わられるから人間の占い師は消えると言ってたとしても、その人たちは占い師が人間である場合のサービス内容も知らないですし、占い師が人間である場合の良いところも知らないので、その点では説得力に欠けているように見受けられます。例えれば、音楽ライブやコンサートの臨場感を知らない人が、これから音楽は人間がやる必要はないと言ったり、スポーツに一切関心のない人が、これからスポーツは人間がやる必要はないと言ったりするぐらいに説得力のない話だと思います。ただですね、もしこの先人間そのものがさらに進化して常に感情よりも理性のみで行動し、
主観よりも客観のみで判断し、そして常に合理的で正しい答えや正論のみを求めるような、それこそ AI のような思考回路の人たちが増えてくれば、それはどんなに優秀な人間の占い師であっても需要がなくなり、AI に相談することが当たり前の世の中になることを意味していますので、そういう時代になれば、おそらく人間の占い師は世の中での役割を完全に終えて、AI にとって代わられて消えていくのではないでしょうか。それがいつになるかはわかりませんが、そういう AI のような思考回路の人たちが世の中に蔓延する時代が来てしまえば、それは人間の占い師に限らず、他にも消えていく人間の職業は多いと思いますので、もはや潔く受け入れるしかないと思います。次に二つ目の、人間の占い師と AI が競合しながら共存する時代、この可能性について考えていきますが、この場合の論点は至ってシンプルで、相談者の方に選ばれる人間の占い師は生き残り、相談者の方に選ばれない人間の占い師は AI にとって代わられて消えていくのではないでしょうか。まあ、この話はどういう占い師が売れるのかというテーマと多少関連する部分もありますが、今回はあくまで AI にとって代わられるのか、これがメインのテーマとなりますので、AI の論点に絞った上で私の個人的な考えをお話ししますと、おそらく AI にとって代わられやすい占い師、つまり AI に負けてしまう占い師の特徴としては、以下の2通りの占い師だと考えられます。1、人間性が全く見えない占い師。2、相談者の方を傷つける占い師。まず人間性が全く見えない占い師についてですが、やはり人間の占い師は下手に AI に対抗しようとするのではなく、AI と差別化する方向性を大切にした方がいいと思いますが、そのためにはとことん人間性で勝負していく必要があると思っております。ただ単に占って結果を伝えるだけであれば、それこそ AI でもできてしまいますので、それしかできない占い師、つまり人間性が全く見えない占い師は、早かれ遅かれ AI に負けてしまう可能性が高いと思います。やはり相談者の方に人間の占い師だからこそ相談したいと思っていただけるためにも、人間の占い師なら人間にしかできないことに力を入れた方がいいですし、その最もたる手段が自分自身の人間性で勝負していくことだと考えられるからです。もう一つの相談者の方を傷つける占い師ですが、これは言うまでもなく、相談者の方からこんな占い師に相談するぐらいなら AI に相談した方がよっぽどいいと思われてしまうような占い師、具体的には相談者の方の人格を否定するような発言をして不快な思いをさせたり、悪いことばかりを言って相談者の方を脅したりするような占い師は、これから AI が発達することでますます相談者の方から選ばれなくなると思いますので、近いうちに消えていく可能性は非常に高いと思います。つまり人間の占い師と AI が競合しながら共存する時代であれば、人間の占い師が全て消えることはないにしても、 AI に勝てない人間の占い師が消えてしまうことは予想できますので、人間力が高くて相談者の方に満足していただけるような人間の占い師のみが生き残れる時代という意味では、占い業界全体にとってもプラスに働くことになり、その点ではむしろ前向きに捉えていただいても大丈夫かと思います。といったところで、今回はいつもより少し長くなりましたが、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またこれからも随時動画をアップしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。